阪神小畑龍平&小野寺団の応援歌完成。阪神小畑龍平内野手と小野寺団外野手のオリジナルヒッティングマーチが完成した。阪神施設応援団で運営されるヒッティングマーチ委員会が4日発表した。小畑と小野寺に戦闘曲が用意された。まず小畑は自分の場合は歌詞が2つあってそれを選ぶパターンやったんですけど、まあ初めての試みらしくて、と説明。小畑は提示された2つの歌詞からの選択制だったという。小野寺の応援歌は育成から支配下登録を勝ち取った経緯などのイメージと重なる部分も、気合、度胸、努力のフレーズが歌詞に入れられている。やっと小野寺の応援歌できたんか。だだんだんはつた小野寺だ、ラーで伸ばすところ何回や、曲は良いと思うけど球場でなんか揃わん感じするな。わら半死なしい曲調やな。今まで小畑になかったのがおかしい。小野寺と小畑にできたのか、おめでとう。小畑って大分出身なんだ。じゃあヒューガなどは不採用だな。小畑は大分でも宮崎キーインじゃなかったって。北見の中学生が靴星社に進学するみたいな感じ。小野寺あだん、今年は小畑と小野寺で終わり。小野寺さん作られたのは嬉しすぎる。小野寺も小畑もおめでとう。ダンの応援歌気合入りすぎやん。エミバタヤンとダン君の応援歌できましたか。よかった。エクシロンほ早く作ってくれんかなと待っておりました。また覚えんと飽きません。ダン君、小畑君おめでとう。早く現地で歌いたいです。歌詞を見ただけでわかる小野寺の応援歌の昭和集。この二人は嬉しすぎる。もうこの再歌詞に文句はない。渡辺亮じゃなくてよかった。ただそれだけ。小野寺応援歌くそ嬉しいけど、まずは試合に出してくれや。小野寺の応援歌の最後のところ良いじゃん。これは早く聞きたいな。だんだん本当にあるのかよ。おお、ついに時は来た。小野寺団にやっと個人応援歌ついた。嬉しいすぎる。なんか凝ってる。応援歌でよき。小野寺おもろ。小野寺団のリズムむずいな。普通にどっちも好きやな。二人ともそれぞれの個性がすごく反映されている歌詞でいいな。スタンドも昨シーズン以上に盛り上がれそうだ。小野寺の作るとしたら絶対に団入れるやろなと思ってたけど、いっぱい入ってるな。笑い、競争は厳しいけど二人とも頑張れよ。あと怪我にも気をつけて。これは素直に嬉しいな。たくさん歌ってもらえるようにレギュラー取らないとね。これを機に覚醒してください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。